吉谷の流儀第23条ですかね。今回は努力をしてはいけない理由ですね。努力はしてはいけない理由。はい。まあ努力したら報われるみたいな、昔ブログでも書いたかな。努力みんなしようとするじゃないですか。これね、完全間違ってますね。努力続きます？そもそも。いや、努力が続くんだったら努力してくださいって話なんですけど、ほとんどの人が努力続かないんですよ。で、なんで努力続かないかっていうと、これめちゃめちゃ単純で、努力しただけの結果が出ればいいんだけども、努力しても結果が出ないから努力して結果が出ない。だから努力しても無駄ってなるんですね。わかります？だから努力が続かないんですよ。特にことネットビジネスなんかは、努力しても結果出ないんですよ。大した、最初。どんなに初心者が努力したとしても、初心者が努力したものって初心者の、基準じゃないですか。なんで、努力しても結果出ないんですよね。だから、どうしなければいけないのかっていうと、この矛盾に、気づいて、じゃあここに対してどういう打開策を提示するのかっていう話なんですけど、これは努力をするんじゃなくて習慣をつけるってことですね。じゃあ歯磨きするのに努力してます？歯磨きすることってなんか習慣、努力してます？いや今日も努力して歯磨きしたなみたいな。どうですか？いや今日も努力して風呂に入ったな、シャワー浴びたなみたいな。シャワーを浴びるって別に努力必要ですから、必要じゃないですよね。とか歯磨きとかね。でも歯磨きとかは最初嫌だったじゃないですか。だけどその習慣化になることによって別に何ともなくなるっていう話ですよね。そこに対して何も精神的なそんなないっていう。だからもはやその努力して継続できるんであるならば別に努力してもいいんですけど、ほとんどの人が努力やっぱ続かないんで、僕は どちらかというと、まあ、周りからどう見られてるかわからないですけども、もう努力じゃないんですよ。空気なんですね。だから動画を撮るとかも努力じゃなくてもう空気なんですよ。空気、だから空気を吸うって努力ですか？多分努力じゃないんですよ、空気を吸うことって。だからできるんですよ。だけど旗から見たら努力してるように見られる。だから一番ベストは自分が努力してると思うんじゃなくて、他人が評価して努力してるんだなこの人って思われる位置に立たないとダメです。わかります？自分は全く努力してる気はないんだけど、そのやってる行動が、あ、この人頑張ってるな、努力してるなっていうような、なんだ、見え方が一番ベストですね。だから努力は自分で決めるなってことです。そう。努力は他人が決めるものであって、自分が決めるものではないということですね。だからまあ、じゃあ習慣化こうするためにはどういうポイントが必要かっていうと、多くの人はやっぱできないんですよ、なかなか。なんで、努力するんではなく、やらないといけない環境に身を置く。これしかないですね。やらないといけない環境に身を置くしかないっすね。みんなやっぱその甘えちゃうんで、人間はやっぱ怠け者なんで、なんかその完璧な人間っていないわけですよ。だからもう全部甘えちゃいます。今日やろうかなと思ってたことも甘えちゃったりとか、明日やろうって決めたのにかかわらず明日やらないとか、そんなもんなんで、だからもう絶対やらないといけない環境を作るっていうことですね。だから僕がいつもやってるのが、これも本当に何度も言ってシェアしてますけども、コミットしていく。どんどんこの日にプレゼントを配りますよとか、この日に商品売りますよとか、この日が販売日ですとか、だから販売日を決めないとダラダラ流れるんですよ。絶対流れます。もうほぼ絶対ですね。もう流れます。だからこの日に出すっていうのをもう自分の中で決めるんじゃなくて、もう公言する。で、公言することによってやらないといけない状況をどんどん作っていくっていうことですね。で、例えばそのダイエットをしたい、今日リクエストがあって、その冷蔵庫の中身を見たいみたいなリクエストがリスナーさんからあったんですけど、まあ冷蔵庫の動画撮ったんですけど、ダイエットしたいって言ってる人がですよ、ダイエットしたいって言ってる人が冷蔵庫なんかいっぱいあったらダイエットできます？誘惑に勝てます？いつでもね、
冷蔵庫の中開けたらチョコレート入ってるとか、冷蔵庫の中開けたら食い物いっぱいある、そんな環境でダイエット成功できますか。だからかなりの精神的な我慢ができるとか、まあ、精神的に意識が高いとか、意志が高いとかね、あの志が高くないとその誘惑には勝てないですよ。誘惑に勝てますか。誘惑に勝てます。誘惑に勝てないのが人間ですからねそう、誘惑に勝てないのが人間なんですよ。まあ僕はそう思ってます。誘惑に勝てないっていう、まあ勝てる人もいますよ、勝てる人もいますけど、大体は誘惑に勝てないです、うん、だって自分に甘いんで、自分には甘く人には厳しくなんで、基本的なベースとしては自分に甘く人には厳しくなんで、ベースはね、うん、だそのベースの中でじゃあ やらないといけないじゃないですか。やっていかないと人生変わんないし、やっていかないと収入上がんないわけじゃないですか。であるならば、あのダイエットをしたいんであるならば、冷蔵庫に何も入れない、周りに食い物を置かない、あとは買い物をなかなか行けない環境に置く、じゃあもうなんだ、太りようがないですよね。だって太るって食うから太るじゃないですか。もう本当にシンプルなんですけど、もうマジシンプルイズベストですけど、なぜ太るのか、食べるから太るんですよね。もうこの超シンプルな原理原則ですよね。だって飯食わないのに太る人っていなくないですか。飯食わないのにめちゃめちゃ太りますみたいな、それはありえないですよね。それは本当に人間じゃないですよね。多分もはや違う生物かもしれないですよね。飯を食わないのに太りますみたいななくないですか。うん、だから絶対その成功回避プログラムというか、自分が絶対こうなりたいと思うんだったらその環境を作っちゃう。だから考え方、マインドとかね、考え方をなかなか変えられないですよ。考え方、マインドセットをしたとしても、マインドセットしてもやっぱりゲームやめようかなってなるんですよ。だからカセットね、バンって入れたとしても、やっぱ今日めんどくせえなみたいになるんですよだからマインドセットは大事なんだけども、結局セットしてもそこに自分の甘えが出てしまって、そのセットすら、もう電源消しちゃう、ファミコンの電源消しちゃうとかねあるんで、うん、だからマインドは大事だけれども、マインドがなくてもやる環境、できる環境っていうのもやっぱり構築していく。なぜそれが必要なのかっていうと、マインドはすごい精神力があっても、すごいマインドがあったとしても、結局自分に甘えてしまうっていう人間の、本能というか、自分なんだろうな、そういうところがあるんですよね、うん、だからまあ環境をどんどん作っていくってことが大事ですね。で環境を作って、じゃあもう常にやるじゃないですか。じゃあ常にやっていくと、常にやってるんで、それが習慣化になるんですよ。で習慣化になったらもう勝ちですよ。うん、だからそこに対して精神的な負荷がないんで、だから本当に継続できない人は、こんなに頑張ってるのに、まあ、この前も塾生さんでありましたけど、ああこんなにフリーコンテンツ作ってるのに買ってくれませんみたいなね。だから結局こんなに努力してフリーコンテンツ作ってるのに全然商品売れないっていうところに対して精神的な負荷がかかって、結局フリーコンテンツが作れなくなるっていうね。そうじゃないですかこんなに頑張って会社で働いてるのに給料全然もらえない、できますかって話なんですよ。でもネットビジネスはこれだけ頑張っても給料もらえないっていうステージをクリアしていかないと稼げないんですよ。もう一度言いますね、ネットビジネスっていうのはどれだけ頑張っても稼げないという時期を超えていかないと稼げるようにならないんですよ。だからこれはまあリアルの会社でも一緒だと思いますよ。最初は新人で入るじゃないですか。で新人で入った時って仕事を分かんないですよね。でも仕事分かんない中、仕事を覚えていって、で上に認められるなりして給料上がるのか役職上がるのかっていうこの段階層を踏んでいくわけじゃないですかね。だ最初分からないわけですよねじゃあそのなんで新人で分からないのにその仕事をやるのか、難しい仕事もやるのか、それは仕事に行かないといけないという環境だからですよね。例えばこの会面接の時に面接官にコミットしてるわけじゃないですか。この会社で頑張りますみたいなね、いや御社で僕は頑張るんですみたいなね、コミットしてるじゃないですか。で採用みたいな、言ったからやらんとあかんなみたいになるわけじゃないですか、ね、だから本当にね、環境を作ることがまず大事ですね。マインドセットより環境が大事かなと思いますね。でそうそう、最近なんですが、明日来るかな、
僕テレビチューナーを買うことに決めたんですね。僕はもうだいぶその習慣化になってるんで、どっから情報を入れるかっていうところで、テレビからの情報でアウトプットできること多分たくさんあるなと思って、今後の、なんだそのテレビが放映する情報ですよね。みんな一般の人はそれを見てるんで、これからそのコロナの自粛が解除されてって世の中でどういう動きになってるのかっていうのをバンバンニュースでやるはずなんですね。まあ間違いなく今もやってると思いますけど、でもテレビがないとその垂れ流しできないんで、ニュースとか、うん、なんでワイドショーとかでもどういうことを取り上げてるのかとか、そういうのを見た方がまあまあまあ、自分のアウトプットに生きるなっていう。だから最初は僕はテレビがないという環境でずっとやってたんですけど、それがまあその動画のアウトプットが完全なる習慣化になってるんで、この習慣化になってる中でテレビという誘惑を入れたとしても、その習慣は変わらない。例えばどんなに忙しくてね、あ今日しんどかったってなったとしても、歯は磨こうとするじゃないですか。でもちろん本当に疲れてくたばって歯、あ寝ちゃったみたいなのあるかもしれないですけど、多分仕事でめっちゃ疲れたとしても最後歯を磨きません？うん、だからそこはブレないですよ。習慣化になってるんで、それは習慣なんで。うん、ションベンをする習慣とかね、まあションベンをする習慣とかは、まあションベン漏れちゃうんで、そういう強制的にしないといけないっていうのもありますけども、なんだろうな、ブレないですよね、習慣化になると。だから7つの習慣ってすげえベストセラーになりましたけど、たった1つでいいんじゃないですかね。習慣になる環境を作れって話ですね。これだけで十分っす。習慣になるまで環境を作れって、ただそれだけです。これでいいっすよ、シンプルで。うん、やらないといけない状況を作っていく。で、やる。で、やらないといけない状況を作る。やる。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 やらないと状況、やらないといけない状況を作ってるから自動的にやるじゃないですか。やらないといけない状況を作るから自動的にやるじゃないですか。やらないといけない状況だから。やりますよね。で、これ繰り返していったら絶対習慣になりますよ。間違いなく。だから動画も空気になります。うん、別にそこに違和感がないです。それは数をこなしてるんで。で、特にネットビジネス始める人って苦痛なのが数をこなしてないので、例えば YouTube やったことがない人はどこにボタンあるのかなとか、どこにどういう操作なのかなとか、動画はどうやってアップロードするのかなっていう、ここに精神的な負荷がかかってるんですよ。これね、1000回ぐらい毎回やってたらアップロードなんかポンで終了ですよ。だからどこにボタンがあって、どっからどうやるのか全部わかるんで、そんなのどこに精神的な負荷がかかってるのか、初めてやることにどこに負荷がかかってるのかわからないんですよ。わからないから精神的な負荷がかかるんですよ。わからない、できない、ね、だから精神的な負荷がかかるんです。じゃあそれができるようになるまでこう反復練習すれば、そこに関しては精神的なこの負荷がかなり低くなります。で、どん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 低くなれば空気になります。別にそこに違和感何もないです。もちろんその体調がねちょっときついなとか熱出てるとかね、そういう時はちょっと別ですけどね。テーマ何でしたっけ？テーマ何だっけな？まあいいや。テーマ忘れちゃったな。テーマ何でしたっけ？テーマ何だっけな？まあいいや。まあなんかいろいろ言ったと思うんで、まあ大丈夫でしょう。はい。とりあえずまとめると、自分でまとめてください。終わります。